ルミナスウィッチーズドラマ CD グレイス隊長の誕生日。はい、アイラ、カモミールティー。ああ、ありがとう、エリー。ぼんやり窓の外なんか眺めちゃって、何物思いにふけってんの？いや、別に。今年もこの季節がやってきたね。ああ。どうするつもり？まだ思いつかない。でも、今年は今までとは違う。そうだね。今年はみんながいる。みんなにも打ち明けてみるべきかどうか。エリーはどう思う？そうだな。音楽隊の仲間なら、みんな一緒に向き合いたいことではあるよね。私も、そう思ってる。じゃあそうしようよ。決まり。エリージニーです。音楽隊が結成されてから基地でみんなとの共同生活が始まりました。この間初めてのコンサートをしたと思ったら、今度はなんとワールドツアーが決定して、今はその準備で慌ただしいです。世界中を巡っていろんな国の人々にみんなと音楽を届ける。大変かもしれないけど、とっても楽しみ。そんな中、今日は突然臨時ミーティングが開かれることになりました。ミーティングー、ミーティングー朝から元気だな、マナは。どうしたの、イノリ。お腹でも痛いの？ミラージャちゃん、臨時ミーティングだなんて、なんだろうね。何かあったのかな？確かにね。急いで話し合わないといけないトラブルとか？またまたシルビーまで。二人とも心配性ね。もしかして、ワールドツアーが突如中止とか？せっかく準備してるのに、そんなのやだよ。私だってやだよ、ジニーちゃん。どうしてそう悪い方に考えるのよ。だってきっといいニュースよ。いいニュース。報奨金とか？それはないかと。我々音楽隊にはまだ何の実績もないのですし。そっか。じゃあワールドツアーに先駆けてレコード発売とか。みんな、突然招集をかけてしまいすまない。いえ、アイラ様のお呼び出しとあらば、このミラー社はじめ音楽隊全員すぐに馳せ参じます。何かいいニュースがあるんですよね？いいニュース、まあそうとも言えるかな。ほら、わーい、マナいいニュース大好き。やっぱり報奨金？いえ、ですからそれはありえないかと。でも今日はグレイス隊長もいない日だし。そういえばいないね。何か急を要することなんですか？そう、グレイス隊長がいない今でなければできない相談なんだ。え、グレイス隊長のいない間にってどういうことですか？実はあるミッションの完遂のため、みんなにも協力してもらいたいの。そしてこのミッションはグレイス隊長には極秘裏に行うことが必須。